もこんにちは、レクミチャンネル戸田でございます。今回はですね、ちょうど23の方もね、動き始められたということでございまして、キックオフされる方が多いのかなというところで、就活これから始めるぞという方向けにね、お話をさせていただきたいと思います。タイトルにある通り、ダメな就活生にならない3つのコツというようなお話をさせていただきたいと思います。コツっていうよりはね、ダメなパターンの先輩たちがハマりがちなケースというのかな、そんな風に思っていただいたらいいかなと思います。もうね、結論から先言いますね。で、理由だったりはこの後言いますけども、1番目、あかんのは目的がない。2つ目は、その目的を達成するための行動がない。3つ目は、この目的を達成し行動するための考えがない。この3点がね、しくじりポイントのもう最大です。はい、しくじったなと思った時は、だいたいこれの3つのどれか、ないしはどれもが引っかかってんじゃないかなというふうに思います。じゃあね、目的がないという話でございますけども、ないんやったらある状態にせなあきませんから、何やる時もなんとなく始めよう、これはもうめちゃめちゃいいです。多分ご覧いただいている方のほとんどそうです。ただこれね、本当の目的なんてすぐ分かりません。分かんないんですけど、なんとなく始められたここのあなた、何でもいいです。仮置きでいいから、今は自分はこれを目的にしよう、何かの行動をするわけですから、何かこれを目的にしよう。例えば夏のインターンに出たいでもいいし、どこどこの内定が取りたいでもいいし、年収1000万3000万5000万取りたいでもいいし、何でもいいです。モテたいとかでもいいです。もっと何でもいい、誰でも知ってる会社で働きたい、丸の内のどこどこのビルに入りたい、何でもいいですから、自分が就活する目的っていうのを仮置きでいいんで1個定めることが超おすすめ。これが処方箋です。ないとね、結局皆さんこの後いろんな情報に触れたりとか、いろんな行動をするんですけど、その目的によってはその行動の意味合いが変わってきたり、情報の意味合いが変わってきたりするわけです。なんでこれはもうめちゃくちゃ大事、仮置きでもいいから置きましょうというのが処方箋。目的がない。2つ目、行動がない。これはね、レクミの会員さんというのは皆さんお勉強得意な方が多かったりされるんで、ないしはね、日本人の特性なんですけど、僕ら考えるの好きです。ただ今皆さんルーキーでらっしゃるんで、職業選択ということに関しては、ほんならね、考えるための情報だったりとか経験がね、圧倒的に今不足してるわけですよ。だから考えるための情報をまず取りに行かないか、ないしは経験、こっちの方が大事ですけども、経験を取りに行かなあかんから、悩んだら動くぐらいのですね、力、堀江門さんの、ごめんなさい、ど忘れしたけどですね、多動力かみたいなもんでございまして、もう悩んだら動いてみる、やってみる、これはもう一番大事です。これは働き出しても一番大事なことの一つでございます。もう何でもいいです。悩むぐらいやったら、例えばね、よくあるのが、このセミナー行ってみようかなとか、この会社のエントリーしてみようかな、してみないかな、みたいなのありますわ。でそれをね、やるかやらんか考えてる暇あったら、もう別にセミナーの申し込みも会社のエントリーも3分か5分で終わりますから、ちゃっちゃと悩んでる間にエントリーしちゃったらいいんですよ。で別に行く行かへんはその時までに意識って知ってりゃいい話ですから、はい、でございまして、それぐらいアジリティを持ってね、やっていただくといいと思います。次、考えない。これはね、おいおっちゃんと、日本人なりね、僕たち就活生は考えすぎて行動せへんで言っとったのに何言うとんねんという話かもしれませんが、これね、目的があってちゃんと行動していくと、ちゃんと振り返りができたりだとか、あとはね、考えないの、もうちょっと噛み砕いて言うと、情報を摂取しない。要は、情報摂取しないって言うと、皆さんね、いや、ナビサイト見てるよとか、いろいろおっしゃるんですけども、新情報に触れないっていう言い方が適切かもしれません。要は、自分が、要はインテンショナルな、自分の意思が向きすぎた情報ばっかり取ってもダメで、世の中でいろんな種類のことでできてますから、例えばね、マツダの株が今上がってますけど、車ね、なんでなんて言ったら、アップルさんがね、から車のね、受託を受けて車作るんちゃうかとかでも爆上がりしとるわけですよ。でこれまさか、アップルさんは携帯会社としましょうか、携帯会社と車屋さんが結びつくなんて誰も思ってないわけですよ。だからひょんなところから商売っていうのはポコッと結びついたりするという意味で、要は知っていく、自分の好きな情報以外をどん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 入れていくということがめちゃめちゃ重要です。でしくじる人はインテンショナリー、自分の好きなもんしか食べません。子供の頃言われましたよ、お母ちゃんに、野菜も食べやとか、バランス大事にはねんでと。就活も同じでございまして、情報摂取に偏りが出すぎると、結果は自分が困ると、ないしは正しい考え思考をすることができませんので、食わず嫌いをせずに情報を取っていくということが大事ではなかろうかというふうに思っております。ハマるあるある、しくじりあるあるで言うと、目的がない、
行動しない、考えない、このあたりはね、もうちょっと一個一個喋ったらね、もうもっと実はいろいろ話すべきことっていうのは本当はあるんで、そういう意味ではちょっとまず頭出しというか目次ぐらいの感じで、今日はご紹介できたらというふうに思います。今日も皆さんご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくです。お疲れ様です。